ある日の休日、俺は突然釘崎に呼び出された。指定された場所に行ってみると、目の前には真っ青な海と白い砂浜。広い視界に邪魔なものは何もない。なんで俺がこんなところに。そんな俺を置いてけぼりにしたまま、じりじりと肌を焼く太陽の下で水着を着た3人は睨み合っていた。おい、イタドリ、絶対に私たちが勝つから。お、何のことだ。何言ってんだ。お前らになんか勝たせねえよ。なあトゲ、鮭、ほらトゲもやる気だ。呼び出されたと思ったら、なぜか水着を渡されたけど、俺ら何やってんだ。決まってるでしょ、騎馬戦だ。ツナマヨは騎馬戦ここで。そうだ、最高だろ。もっと普通のところでやろうよ。あ、なんだ、文句あんのか。別にないけど、全員先輩なんでそんなやる気なんだよ。ならよろしい。だからイタドリ、いつまでも寝ぼけてると刺すわよ。怖えよ、刺すな。分かったから、それしまえ。よし、じゃあ早速やるか。鮭、イタドリ、あんた牙ね。決定かよ。まあ別にいいけど、体格的にも俺が下だろうな。トゲ、野原が騎士やるなら私も騎士やっていいか。明太子。よし、ぶちのめしてやる。おかか。大丈夫、殺しはしない。それじゃあイタドリ。おう、来い釘崎、お前のこと絶対落とさねえ。トゲ、準備はいいか。鮭。お、イタドリ、あんた安定感あるわね。だろ。スジコ、頼りにしてるぞトゲ。ツナマヨ、おお、やってるね。五条先生、どうしてここに。どうしてって、楽しそうなことしてるからに決まってるじゃん。五条やっと来たか。遅くなってごめんね。ああ、なんで先生が来てんの。見守るため。違う、審判だ。最初からそう言ってあっただろう。ああ、そうだったそうだった。嘘嘘、大丈夫、ちゃんと審判するから。じゃあルールを説明します。え、騎馬戦手、この人数でルールなんている。ユージ、これは決めといた方がいいと思うよ。え、なんで。やればわかるよ。じゃあルールその1、相手のこの帽子を取った方が勝ち。鉢巻きじゃねえんだな。鉢巻きはなかったからこの帽子で。それじゃあ次言うよ。鮭。ルールその2、大怪我をさせないこと。先生、大怪我じゃなければいいのよね。釘崎。ああ、いいよ。いいの。ルールその3、遠くまで行き過ぎないように。それは必要だな。鮭。範囲はあの海の家から五軒先のところまで。結構広っ。それくらいはないとね。狭いくらいじゃない。ああ、足りねえくらいだな。まあまあ、広すぎてもね。遠くに行きすぎて迷子になられても困るし。ルールは以上。それじゃあ戦闘開始。ちょ、早っ。ほら、イタドリ、さっさとしろ。あいつらが来るぞ。わか、うお、なんだ。この攻撃から逃げられるものなら逃げてみな。ちょ、全員先輩、それ死ぬやつ。大怪我どころじゃ済まないやつ。あ、当たんなければ怪我しねえだろ。なバカな。
絶対当てる気だっただろう。なあ、そう思うよな、釘崎。休む暇なんてやんねえぞ。こうなったら釘崎、おい釘崎、俺の上でその構えをするな。その武器しまえ。って危ねえ。こんな騎馬戦なんて知らねえよ。おい虎杖、何逃げてんの。敵はこっちじゃないわよ。ちょ待て待て待て、あの攻撃に立ち向かえって。当たり前だろ。というかいつも呪霊相手の時は向かっていくじゃない。なんで逃げんだよ。呪霊じゃねえ、相手は先輩だぞ。これは歴史とした勝負なんだから、相手が尊敬する先輩でも勝負には全力で挑むのよ。そうだ、逃げてねえで戦え。じゃあそんな攻撃しないで。これは反則じゃねえの。五条先生、武器使うのなしだよね。面白いからあり。それに野原も使ってるし別にいいんじゃない。は？釘先？だからどっから出してんのそれ。その釘しまえ。はあ、そんなことしたら負けちまうだろうが。もう嫌、犬巻先輩もこんな騎馬戦怖いよな。おかか、筋子、昆布。なんでそんな軽々と避けてるの。ありってこと。ならやってやる。行くぞ釘崎。初めからそう言ってんだろ。さっさと行け。反撃するぞ。うおー、行け釘崎、今だ。いいのかユージ、そこは私のテリトリー内だ。うわ、あっぶねー。私の釘も届きますよ筋子。君たちがやってんの騎馬戦だよね。何してんの、面白すぎ。おい逃げんな糸取り。無理無理無理、ちげえよ、あっちだ。どっちだよ。あーもう限界、払いたい。いくら筋子。トゲ、追い詰めるぞ。鮭。数時間後。そろそろ限界かも。おい、虎杖、遅いぞ。もっと走れ。無理言うな。お、トゲも限界か。鮭。まだ終わってないぞ。もう無理。ツナマヨ、私はまだやれるぞ。私もだと言いたいが重力が限界だな。ちならしょうがねえな、私ももう一撃も出せねえよ。重力込めてたのかよ。あ、やべえ、バランス崩す。ちょっと虎杖、私を砂浜の上に放り出さないでくれる。ごめんって、でも着地したんだからいいだろ。よくないわよ、砂まみれになっちゃうじゃない。しょうがないから今回だけは許してあげるわ。というか五条先生は、あ、そういえばいいねな。あ、本当だ筋子。もういいか、今日の勝負は引き分けだな。騎馬戦じゃ勝負にならなかったですね。あ、なんて言った。だって私の攻撃当たりそうになってたじゃないですか。なってね。それに私の攻撃の方が威力高かっただろう、かすってたし。
なあユージ、ちょっとかすったよな。なんで俺に聞くんだよ。マキさんだって私の釘にビビってませんでしたか。ビビってねえよ。おかか、手加減してなかったらお前らが速攻で負けてたからな。私だって手加減してました。本気を出せばもっと早くに決着がついていたはずです。ああ、私たちの勝利でな。違います、私たちの勝利です。違う武器ならお前らなんか秒でやられていたぞ。そんな危ない武器を遊びに使うなよ。私の友なりを使ってたらそっちは動けなくなっていたんですよ。それを言うならトゲの呪言を使ってたら一発だぞ。鮭、そういえば犬巻先輩は呪力使ってなかったな。昆布、ツナ、こっちだって。虎杖の攻撃があれば吹っ飛ばされてたんですからね。いや、虎杖は野原抱えてたから使えなかっただけだろう。その通り、両手塞がってたからな。私がお荷物だって言いたいんですか。はあ、よくわかったな。そんなわけないわよ。ねえ、虎杖。だからもう俺に振ってくるなよ。ああ。ほら、違うって言ってますよ。そうだと言ったらお前怒るだろ。なあ、もう終わりにしようよ。帰りてえよ。ツナマヨ、イクラ、明太子。だから、まだなんか言いてんのか。ストップ、全員先輩も釘先もそこまで。今回は決着つかなかったということで、また次に勝敗決めればいいだろ。ねえ、それでいいよね、犬巻先輩。鮭、ほら犬巻先輩もそう言ってるし、さっさと帰るぞ。ったく、しょうがねえな。私も疲れたから早く寝たい。しょうがねえから今日はここまでね。ああ、もう汗でベタベタ、気持ち悪い。次は私たちの勝利で決着つけますよ。私たちが勝つんだ。絶対負けねえ。その夜、はあ、今日は疲れた。せっかくの休日が一日潰れちまった。まあ楽しかったといえば楽しかったのかな。任務じゃないから気は楽だったし、まあちょっと怖かったけど、きっと次の勝負にも呼び出されるんだろうな。ただあの人たちは加減をしないからな。伏黒も巻き込もうかな。五条先生だと悪乗りするし、犬巻先輩はなんだかんだ楽しんでたし、伏黒なら冷静に止めてくれそうだ。俺だけじゃ止められねえ。呪術高専東京校1年の担任、五条先生は陸眼というやつらしくって、目がすげえいいんだってさ。だからどんだけ真っ黒の目隠ししても見えちゃうんだって言ってたんだけど、釘崎がそれって本当かって言い出して、それで先生に内緒でこっそり確認することになったんだ、あの眼帯が本当に見えないのかを。虎杖、これこれ。どうしたんだよ釘崎。あ、これ五条先生の目隠し。せめて眼帯って言いなさいよ。意味が通じればよくね。でもなんでこんなところにあるんだろうな。そう、忘れていったんじゃない。眼帯忘れちゃったら五条先生今何つけてんだろう。あのチャラそうなメガネじゃないの。あれかっこいいよな。俺もああいうメガネが似合う男になりて。諦めなさい。努力ぐらいさせてくれてもよくない。とにかくちょっと見てみましょうよ。実際は目に当ててる部分だけメッシュとかかもしれないじゃない。あんなに自然に歩いてるんだからメッシュの可能性大きいよな。本当よ、陸眼だか知らないけど、どうせスケスケになってるんじゃ。釘崎、どうした。虎杖、ちょっとつけてみてくれない。え、俺が。ちょっと怖いな。いいからつけなさい。はい。
なんで釘崎が見てたのに俺がつけることになったんだ。まあいいけどさ。へえ、これ思ったより熱くないな。てか、え、本当に何も見えねえ。そうでしょ、光にかざしてみたけど全然通さないから驚いたけど、やっぱり真っ暗って感じなのね。何してんだ二人して。その声は伏黒だな。そうだけど、今虎杖がつけてるのって五条先生の眼帯か。正解。なんか忘れてったみたいでさ、本当に真っ暗なのか検証してたんだ。これが事実だったから驚いちゃった。つうか信じてなかったのかよ。それに関しては先生の日頃の行いが悪いぜね。先生の日頃の行いと眼帯が本当に暗いかは関係ないだろ。あるの。日頃からあんなに嘘つかれたりすると人間信じなくなるでしょ。先生ってそんなに嘘ついてたっけ。俺は単純に気になってたからつけることができて満足。なるほどな。それで実際つけてみての感想は。めっちゃ真っ暗。これで歩ける五条先生すげーってなった。悔しいけど先生の言ってることは本当だったみたい。悔しがる必要性はないと思うが。なあなあ、これだと完璧なスイカ割りできそうだよな。完璧じゃないスイカ割りってある？あるじゃん。たまに下から見えちゃったりとか、布が薄いから光の加減でうっすら分かったりとか。スイカ割りしたことねえから分からねえ。え、伏黒さん経験ないんですか。急な敬語やめろ。伏黒、若い時にするべき遊びをしてこなかったのね。哀れみの表情向けんじゃねえ。つうか今も十分若いだろ。だいたいスイカ割りなんてそうそうする機会ないだろうか。俺よくやってたぜ。一時は名人になれたくらい。私も名人級。虎杖、どっちが本物の名人級かバトルしましょう。面白いな。でもスイカねえぞ。これで試せばいいんじゃないか。ん？なんでビーチボールがこんなところに。まあ経緯は何でもいいじゃない。使えそうだし、これスイカ代わりにしてやりましょう。ちょうど虎杖が眼帯持ってるし、虎杖からね。よっしゃ来た、やってやるぜ。これボール叩く道具はあるのか。それならそこの掃除用具からモップ使えば問題なし。これで準備できた。ちなみに二人とも叩くことができた場合はどうなるんだ。そんなのどちらかが外れるまでやるに決まってるでしょうが。長期戦だな。どうでもいいから帰りて。さあバッチ来い。虎杖、とりあえず3歩前に進んで、その後気持ち左を向く。お、指示が的確で分かりやすいな。左向いたけどもう振り下ろしていい感じ。そこから半歩進んだら振り下ろしていいわよ。じゃあここだな。おりゃ、ヒット。私の指示が素晴らしい証拠でしょ。見てると簡単に思えるな。私の指示が素晴らしいからね。そうだな。すげえよかったぜ。さすが名人って感じ。分かってるじゃない。次は釘崎の番だな。俺が指示すればいいのか。でもそれだと単純すぎて面白くないかも。ここは遊び心を加えてもいいわよね。ちょっと伏黒、指示してみなさい。俺が。やったことないぞ。やったことないから面白いんじゃない。いいから、何事も経験ってことでしてみなさい。わかった。じゃあ俺は見守ってるな。そんな母親みたいなポジション必要なのか。じゃあ頼んだわよ。わかった。とりあえず右向け。どれだけ進めばいいの。ああ、5センチ。何歩で例えて。そうだな、2歩。2歩。はい。あ、ちょっと左。はあ、ちょっとってどれくらい。気持ちだ、気持ち。気持ちね。よし、じゃあこの位置でいいのね。ああ、多分問題ない。多分って何？いいのね。振り下ろすわよ。ちょっと、当たってないじゃない。惜しかったな。もう少しだけ左だったんだよ。ああ、悔しい。伏黒、ちゃんと指示しなさいよ。いや、当たると思ったんだけどな。こういうのは適当じゃ困るんだけど。
私の名人の称号がなくなっちゃったじゃない。いや、なくなりはしないけど。勝負したからには名人を譲るわ。おう、サンキュー。これそんなに真剣なのか。いつだって真剣よ。ちょっと藤黒、やってみなさい。は？外れた時の悔しさを味わえ。いや、別に悔しくならないと思うんだが。いいから。何やってるの？五条先生、今技術追加割りしてるんだ。へえ、楽しそうなことしてるね。先生もやってみる？でも先生の眼帯でやってるんだから、先生じゃできないんじゃないの？ああ、眼帯ここに忘れてたのか。しかもそれでやってたわけね。怒る？え、全然。別に使い道があるなら使ってくれていいよ。っていうか僕もそれしたいな。いやいや、したいって言っても見えるなら意味ないじゃない。どうやるっていうの？そうだな、ぐるぐる巻きにしちゃえば意外といける。ガムテープでぐるぐる巻きにするとか。いや、粘着質なものが目に当たるとか考えたくないんだけど。というか関係なく見えちゃうし。巻き数とか関係なさそうじゃない？だってこんな眼帯つけても見えちゃうんだから無駄でしょ。どうすればできるのかしら。いや、先生は何もつけずに目をつむりながらやればいいんじゃないか。あ、本当だわ。じゃあ僕でもできるね。いいよ。じゃあ俺が案内するね。まず三歩直進。うんうん、それでその後に時計の2時の方向に体を向けて。お、わかりやすい。この位置で振り下ろしていい？ OK、 完璧。じゃあ行くよ。えーい。おお。うわっ。ありゃ、力強すぎでしょ。割っちゃった。ビーチボールってモップで割れるんだ。突っ込むところそこ？っていうか見事に粉々になっちゃったわ。これ誰のビーチボール？弁償するよ。いや、俺らも誰のかわからないままやってたからさ、気にしなくていいんじゃない？そう。じゃあ今度買って教室にでも置いておくよ。また遊びたくなるかもしれないし。それはどっちでもいい。まずこれの掃除してよ。ああ、うん、わかった。その後、結局その後先生が買ってきたビーチボールでは疑似スイカ割りはしなかった。でも先生が本当のスイカ割りがしたいって言い始めて、本物のスイカ持ってきたんだ。さすがに教室はまずいんじゃないかなって思って声かけたけど、全然聞く耳持ってくれなくてさ。たまたま通りかかった矢賀学長にこってり怒られてたよ。今度スイカ割りするときは海がいいって伝えておこう。そしてそのままみんなで海で遊べたら最高だな。今日の午後は 1,2 年の合同演習なんだけど、いつも通りの稽古も飽きてきたな。なんかいい感じに緊張感があって、実戦にも役立てられそうな特訓とかないかな。せっかく久しぶりに全員集まれるから少し特別なことがしたいし、たまには学生らしいこともさせてあげたいんだよね。ってことで、はい、全員揃ったね。おっす、先輩たちとの合同演習久しぶりだからテンション上がるな。先生、今日は何すんの？どうせいつものように体術でしょ。今日も思いっきり鍛えてやるぞ。私だっていつまでもパンダ先輩にぶん投げられてばかりじゃないんだからね。おお、ドバラ気合入ってるな。俺は全員先輩に相手してもらいたいな。いいぜ、ボコボコにされても文句言うなよ。みんな盛り上がってるとこ悪いけど、今日は一味変わった稽古をするよ。一味変わった稽古？え、なになに？それでは発表します。今日の合同演習の内容はドキ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 。ユージのやつめちゃくちゃ期待して目がキラキラしてるけど、サトルがあんなにワクワクしてるのちょっと不安だな。ドッジボールです。イエーイ。ってドッジボール？もったいぶってた割に普通だな。確かにサトルの考えにしては普通すぎる。きっと特別ルールとかがあるんだろうな。こらこら、あからさまにテンション下げないの。今日のドッジボールはちょっと特別だよ。呪術高専らしく呪力でも術式でも何でも使って OK。 チームは1年対2年、当たったら即脱落。命がけのデスドッジボールをします。へえ、何でもありか。何それ、楽しそう。早くやろうぜ。手加減なしで全力を出せるっつうのは確かに面白そうだな。よっしゃ、日頃のストレスをぶちまけてやるわよ。みんなノリが良くて素晴らしいね。それじゃあ始めるよ。ルールは単純で、
相手チームを全滅させた方の勝ちね。2年は4人いるけどどうする？僕は適当に交代でいいかなと思ってるんだけど。うん、それでいいよ。そうね、ハンデとかルールとか決めるの面倒だし。1年チームが OK なら問題ないね。じゃあ最初は私が控えに回る。お前ら気合い入れてけよ。任せろ。マキの出番なくなったらごめんな。頼もしいじゃねえか。まあこれであっさりやられたら承知しねえけど。余裕ぶってんじゃないわよ。イタドリ、クシグロ、絶対勝つわよ。お、全員気合十分だね。それじゃあ用意スタート。うりゃー。へえ、ノバラのやつ気合入ってんな。ふん、こんなんじゃ俺たちを倒せないぞ。くそ、パンダ先輩にキャッチされたわ。お、パンダもいい動きするじゃねえか。いいぞパンダ。行くぞ、オーラ。伏黒ナイスキャッチ。そのまま攻めろ。めぐみの動きも悪くねえな。でもそんな球、あいつなら余裕で取るはず。よし、ユータ、ナイスだ。あー、くそ、ポッコツ先輩に取られた。私が取り返してやるから任せなさい。釘先かっけー。ユータ、本気で投げろよ。げっ、ここで野原が前に出てきた。ユータが本気出せるか不安なんだが。おお、釘先ナイスキャッチ。やっぱりあのバカ。ユータてめえ、相手が野原だからって何手加減してんだ。手抜いてんじゃないわよ、本気出せやこれ。いや、なんで野原も切れてんだよ。ユータ大丈夫か。あらら、野原の一発ユータの顔面にもろに入ったね。うわ、鼻血出てんじゃねえか。ユータ大丈夫？そこの脱落者エリアで横になってな。たく、だらしねえな。しょうがねえから私が敵討ちしてやるよ。野原、私はユータみたいに甘くねえから覚悟しろよ。望むところです、マキさん。女同士の戦いには下手に手を出さない方が良さそうだな。そうっすね。釘先、頑張れ、負けんなよ。今の野原が私にかなうわけねえだろ。うれ、おお、釘先。お前軽く5メートルぶっ飛んだけど大丈夫か。おいおい、さすがに本気出しすぎじゃないか。やべ、つい。おい野原、大丈夫か。マキさんにやられるなら本望です。お前もう喋んな。釘先移動させるんで一旦ストップでお願いします。いいねいいね、みんなガチだね。デスドッジボールなんだから遠慮しないでどんどん本気出していこう。サトルのやつ完全に楽しんでるな。さて、ノバナも無事脱落者エリアに移動したし試合再開するよ。釘先の仇は俺が撃つ。おりゃー。おお、ユージもかなり本気出してるな。あんなのに当たったらひとたまりもないぞ。え、今の威力でもキャッチされるとか、全員先輩マジかよ。ユージ、いい球投げるじゃねえか。マキナイスキャッチ。お返しだ、おら。くっ、すげえパワーだな、さすが全員先輩。お前こそ今の受け止めるなんてなかなかやるな。え、何この二人、化け物並みのパワーなんですけど。これで呪力使ってないとかマジかよ。ユージもマキもかなりのパワー系だからね。投げ合いが激しすぎて他のみんなが完全に蚊帳の外だよ。先生、今日は呪力ありなんだよね。そうだよ。了解。じゃ先輩行くよ。げっ、ついにユージが呪力込めた。あんなのに当たったら冗談抜きでただじゃ済まないぞ。おらー。おお、黒線級の超パワーじゃん。ユージやるね。やべ、さすがのマキも絶体絶命と思ったら間一髪のところでかわした。いや、ちょっと待て、ユージの弾俺のとこ来てるんだけど。やっぱマキは身のこなし方がうまいね。みんなもよく見て勉強するんだよ。おい、今そんなこと言ってる場合じゃねえだろ。パンダ大丈夫か。うわ、パンダ先輩が倒れた。ユージとマキの延長線上にいたパンダに当たったのか。おい、パンダ大丈夫。ゴリラモードで対応としたが無理だった。マキ、トゲ、すまん、あとは任せた。わかった、任せろ。ユージ、お前の球なかなかいい球だったぞ。パンダ先輩。あれ、なんか茶番が始まってない。面白そうだから僕も混ざろっかな。よし、じゃあトゲ、パンダをあっちまで運び出すぞ。あ、もう終わっちゃった、残念。
さてさて、パンダが脱落して残ったのが1年チーム、ユウジとめぐみ、2年チーム、マキとトゲ。こっからどうなるのか楽しみだね。数十分後。嘘でしょ、この4人の対決全然決着がつかないんだけど。ちょっとみんな、このままじゃ日が暮れちゃうよ。分かってるんだけどさ、先輩たちマジで強いんだって。確かにちょっと長引きすぎだな。ここらで一発決めるか。お前らも頑張ってんじゃねえか。でもそろそろどっちかは脱落してもらうぞ。お、マキいいね、やっちゃって。ちょっと先生、どっちかの応援するとかありな？中立な立場じゃないのかよ。いやー、さすがにここまで長引くとちょっと飽きてきちゃうよね。また好き勝手なこと言ってる。まあ先生らしいからいいけど。どっちかっつうとユージを先に脱落させた方が後が楽だな。おいユージ、覚悟しろよ。うわっ、全員先輩、今までと比べ物になんないくらいガチじゃん。これはマジで集中しないと取れねえな。よっしゃ来い、絶対キャッチしてやる。お、ユージとマキの一騎打ちだね。これは注目だ。ど真ん中だとまたキャッチされるだろうから、少しだけ下を狙って。行くぞ、オラ。やべ、ユージ悪い、大丈夫か。ちょっと狙いが外れちまって。やっぱ受ける。マキの本気の球がユージの股間直撃したんだけど。おいサトル、さっきから笑ってばっかだな。お前はユージ無事か。ちょっと今はそっとしてほしいっす。マジで悪かった、わざとじゃねえんだ。うっす、大丈夫っす。全然大丈夫じゃなさそうだね。めぐみ、トゲ、そんなとこで青ざめた顔して見てないで、ユージのこと運んであげて。さすがに今のは申し訳なかったな。後でもう一回謝りに行こう。はい、残るは1年チームがめぐみ、2年チームがマキとトゲだね。めぐみは一人でマキとトゲの相手とかかなり大変だと思うけど頑張って。最後はめぐみか。あんな感じにはなっちまったけど、先にユージを脱落させて正解だったな。めぐみ一人ならそんなに時間をかけず倒せるだろう。数分後。はい、終了。めぐみも式紙を出して応戦してたけど、まさかトゲが呪言を使うとはね。トゲはこういうイベントに乗り気だから呪言は最後まで使わないと思ったんだが、あいつ私のスタミナが切れてたことに気づいてたんだな。あのまま続けてたら私も他のやつらと同じ目に遭うところだった。今回はトゲに救われたな。ということで今回は2年チームの勝利。それよりめぐみもトゲの渾身の一発を思いっきり腹に食らって再起不能だけど、大丈夫なのかこれ。これこそ何でもありのドッジボールだね。脱落者エリアが悲惨な状況になってるよ。ウケる。少し休んだらみんなも復活するだろうし、もう一戦やらない？みんなの戦いを見てたら僕も一緒にやりたくなっちゃった。できるわけねえだろ、最後まで残った私とトゲ以外ボロボロじゃねえか。数日後。いやー、この間のユージの一発マジですごかったな。つい力みすぎちゃって。パンダ先輩大丈夫だった？あともう少しゴリラモードになるのが遅かったら危なかったな。でもお前こそヤバかっただろ、マキの全力の投球が股間直撃だろ。考えるだけで冷や汗が出るぞ。俺もあれはトラウマレベルだったよ。あれはマジで悪かった。いやいや気にしないで大丈夫っす。そうですよ、ちゃんと避けられないこいつが悪いんだから、マキさんが謝ることないですよ。あんたがどんくさいのよ。あっさり脱落したお前にだけは言われたくねえよ。何でもありのドッジボールはみんなボロボロになって大変だったけど、あんなに緊張感のあるドッジボールは初めてだったから俺は楽しかったな。あの痛みは二度と味わいたくないけど、五条先生もやりたがってたのに相手になってあげられなくて悪いことしちゃったから、もし機会があればまたやりたいな。呪術高専の近くに新しいプール施設がオープンしたらしい。そこの入場チケットを五条先生がいくつかもらったらしくて、俺たち1年と2年の先輩たちにくれたんだよね。そこナイトプールもやってるらしくて、イルミネーションが綺麗なんだって。ということで俺たちは夜に全員で遊びに行くことに。プールか、久しぶりだしみんなで遊ぶの楽しみだな。着いた、プール。久しぶりにはっちゃけるわよ、最近任務ばっかりで遊べてないし。おいおい、お前らあんまりはしゃぎすぎるなよ。
一応地元の高専生だという自覚を持ってたな。いや、マキさんなんて高専出る時から浮き輪かぶってたじゃないですか。当たり前だろ、プールだぞ。電車でめちゃくちゃ人に迷惑かけてたの分かってます？ねえ、なんだか人が少なくない？確かにオープンしたばかりのはずだし、もっといっぱいいると思ったけど、見渡す限り俺たちだけだし。まあ人がいないに越したことはないだろう。私たちだけで遊べるんだし。それもそうっすね。じゃあ早速プールに行こう。おお、遅かったね君たち。すごー、サトル。ちょ、なんであんたがここにいるんですか？え、なんだって？教師の僕がいないと授業にならないでしょ。は？授業？え、先生、嘘だよね。そういう冗談だよね。そうよ、イタドリ。いくら五条先生が空気が読めなくて、たちの悪いいたずら好きだとしても、プールに遊びに来てまで授業をやるなんてことはないわよ。え、普通に授業するけど、ん？逆に何だと思ってたの？マジで授業なの？嘘でしょ？はあ、マジでありえねえな。先生、楽しんできなよって言ってたよね。いや、一緒にプールの授業楽しもうねって意味だったんだけど。イタドリのバカ、あんたの早とちりじゃない。俺のせい？お前が全員分の入場チケットを五条先生から受け取ったんだろう。あんたなんて、もう一回スクナに心臓取られちゃえばいいのよ。それはひどくない？はあ、ま、嫌な予感はしてたんだよな。ですね。五条先生が自分に何のメリットもないのに、俺たちにタダでプールの入場チケットをくれるなんて。何か裏があるとは思った。いや、僕だってたまには頑張ってる君たちをいたわろうって気持ちはあるよ。あれ、パンダ先輩と犬巻先輩どこ行くの？帰るんだろ。私も帰ろうかしら。ちょ、ダメダメ、これも授業の一環なんだから。それに君たちにもちゃんとご褒美あるから。ご褒美？わかりやすく反応するよね、ノバラ。まあとりあえず着替えておいでよ。話はその後。着替えって、私たちただ遊ぶだけのつもりだったからビキニしか持ってないんだけど。大丈夫、派手に泳がせるとかじゃないから。じゃ、男女ともに着替えたらプールに集合だよ。はあ、帰りて。水品がふふん、私の美貌にヒレ伏すといいわ。おお、釘崎もマキ先輩もめっちゃ水着似合ってますね。イタドリは合格。ほら伏黒、あんたは？あんたは？コメントよコメント。それぐらいできなきゃモテないわよ。別にモテなくていいんだが、まあいいんじゃないか。どうします、マキさん？不合格。なんでだよ。お骨先輩を見習うことね。私たちが何も言わなくてもすごい似合ってるって褒めてくれたわ。まあ女たらしだからな、あいつは。無自覚だけど。さて、みんな着替えてきたね。お前も水着着てんのかよ。無駄に筋肉ムキムキなのがムカつくわ。イタドリといい、あとついでにパンダ先輩も。何ここ、ゴリラの巣窟なの？それで何やるんですか？君たちには今から騎馬戦を行ってもらいます。騎馬戦？プールで？面白そう。騎馬といっても人数の都合上2人組でおんぶの形でやってもらうからね。ちなみにペアはこっちで勝手に決めたから。最初から最後まで勝手な人ね。まずユージとノバラペア。おい、タドリ、落としたら承知しないわよ。ん？ちょっと待って。ん？どうしたろユージ？え、あ、いや、あのさ、女性陣は水着なわけだし、男と組むっていうのはいいんですか？なんで敬語なんだよ。別に気にしないでしょう。うちの女子たち強いし。別に問題ないな。変なところ触ったら鉄拳飛ばすけどね。むしろ俺たち男の方が遠慮したいんだが。次、めぐみとまきペア。めぐみ、お前上と下どっちがいい？さすがに下でお願いします、面目ないんで。で、パンダとトゲペア。仲良しコンビね。ゆうたは僕と一緒に審判。かわいそう。まあ人数が奇数だし、ゆうたが女の子背負ったらリカちゃんが怒りかねないからね。納得したわ。私たちの安全のためにもそれがいいわね。牙は崩すか、この帽子を奪えたら勝ち。はい、騎手のマキとトゲとノバラはこの帽子をかぶってね。水中で動き回るってすげえ運動になりそう。なるほどな、確かに鍛錬にはなりそうだ。さて準備はできたね。
マキさん、手加減お願いしますってイタドリが言ってます。俺言ってないよ。甘えたこと言ってんじゃねえぞ、ノーバラ。私はサトルに勝ってほしいジュグがあるんだ。手加減なしで行くからな。勝てる気がしないんですけど。大丈夫だって釘崎、俺がなんとかカバーするからさ。頼むわよイタドリ、この勝負絶対に勝って、バカ高いブランド物のバッグを買ってもらうんだから。おっす。めぐみ、お前は足腰が弱いからな、バランス崩すなよ。おじいちゃんみたいな扱いするのやめてくれませんか。さてみんな、準備できたね。いつでもいいぞ、絶対に勝つ。じゃ、用意始め。じゃあ。おっと、マキもノバラも真っ先にトゲの牙に突っ込んだぞ。やっぱりとりあえず男同士のペアは潰さないとね。ああ、ノバラとの戦いはその後でいい。ごめんね、犬巻先輩、パンダ先輩。うわ、女性陣って怖いね。しかし、パンダとトゲも粘る。ちょ、マキさん、あんまり暴れないでください。はあ、そんなんじゃ負けるだろうが。おっと、ここでトゲがパンダから落ちた。よし。とりあえず一番の脅威は過ぎ去ったわ。パンダ先輩の巨体でタックルかまされたら正直自信なかったからな。まあ逆にパンダは体が大きいし腕が短いからトゲのおんぶが不安定でトゲは落ちちゃったみたいだけど。さてこれで勝負はマキとめぐみペアとノバラとユージペアだけになったけど。来いよユージ、ノバラ、コテンパンにしてやるからよ。帽子取るだけですよね。よし行くぜ釘崎。ちょっと待て、まだ心の準備が。うおー、ギバが勝手に動くな。なるほどな、ユージは帽子を取るよりもタックルでギバを崩そうって考えか。わかりやすくていいじゃねえか。タックルしか脳がないんじゃないですか。よしめぐみ、こっちもタックルだ。は、無理です無理です、絶対に負けます。は、ギバが騎士の言うこと聞かないでどうするんだよ。ノバラとマキの対決だと腕の身長も高いマキが有利だと思ったけど、ユージの俊敏な動きで意外と五分五分の戦いだね。ノバラ、帽子をよこせ。怖い、マキさん怖いです。釘崎、守ってばっかじゃダメだ、攻めないと。無理無理、今の状況分かってないの。チワワとライオンの戦いみたいなものよ。すげえ釘崎、ライオンだったのか。こっちがチワワだわ。マキの勢いに若干ノバラが押されてるね。くそ、何回か帽子を触ってるのにユージの動きが早すぎてなかなか奪えないな。さすがはユージ、私は身長の分ノバラより体重もあるし、めぐみにユージと同じ動きは難しいか。くそ、やけになるなめぐみ、今優勢なのはこっちなんだ、焦らずに行くぞ。マキさん、私だって攻められてばかりじゃいないですよ。行くわよイタドリ。任せろ。なんだ、ユージのスピードが上がった。めぐみ、後ろだ。くそ、イタドリ早すぎんだろ、反応できねえ。もらった。やらせるかよ。嘘、取れた、帽子取れた。くそ、触ったのにギリギリのところでマキさんに避けられた。くそ、一筋縄じゃいかないな。あぶねえ、すみませんマキさん。うん、マキさん、っていうか帽子を触ったと思ったけど、なんか紐のようなものを掴んだような。 あれマキさん、首の紐。やってくれたなノーバラ、ビキニの首の紐が取れちまった。マジで、ちょ大丈夫、ポロってない。言い方、すみませんマキさん、私が後ろから結び直してあげますから。隙あり。え、あ、帽子。ずるいよマキ先輩。あれ、帽子取られてない。あれ、首の紐がない。は、あらあら、マキも負けず嫌いだね。これでお互いに胸元で水着を押さえないとだから、片手ずつしか使えない。さあ第2ラウンドと行こうぜ。イタドリ、俺はもう試合をやめたい。っていうか今絶対に帽子取れたじゃないですか、なんでビキニの紐の方取るんですか。いいじゃねえか、お揃いで。お揃い、許します。ちょろ、お前はそれでいいのか。でもすみませんマキさん、この勝負勝たせてもらいます。突っ込んでイタドリ。え、わかった。なんだ、やけになったか。まあいい、うまく避けて返り討ちにしてやる。
ああ、ビキニ落ちちゃった。え？おい、めぐみ、何してる？後ろを取られるな。野原の嘘だ。しまった。騙されて思わず目をつむってしまった。いただき。ああ。はい、そこまで。ああ、取られちまったな。ちょ、釘崎、水着大丈夫？目、開けない方がいい？ビキニが落ちたのは嘘よ、バカ。伏黒の無駄に人がいい性格を利用させてもらったわ。まんまと騙されて目をつむらされたわけか。やるじゃねえか、野原。いや、ちょっとズルでしたけど。でもこれでブランドバッグを買ってもらえる。あれ、五条先生は？野原、ユージ、予選通過おめでとう。あ、五条先生、なんで上に乙骨先輩をおぶってるんですか。さあ、決勝に上がってきた二人には僕とユータを倒してもらうよ。どこからでもかかってきなさい。話が違うんですが。ほらほら、ハンデとしてユータは片手しか使わないよ。あ、でもユータの帽子以外に触れるとリカちゃんが怒るかもだから気をつけてね。勝てるわけねえだろうが。その後、せっかく勝ち上がった俺と釘崎だけど、まあ予想通り五条先生と乙骨先輩の特級コンビにあっさり負けちゃったよ。っていうか、あのペアと戦うって分かってたら最初から諦めてたのにな。でもあの後は普通にみんなでナイトプールでたくさん遊べて、結果としては楽しかったな。騎馬戦はもういいけど、また遊びに来れたらいいな。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。